八重山ヤシはヤシの一種。八重山列島の固有種である。日本の八重山列島の固有種であり、この一種のみで八重山ヤシ族を建てる。大きな羽上を吹くような葉をつけ、樹高は25メートルにも達する大型のヤシで、干渉価値が高い。石垣島及び入表島にある3カ所の自生地はいずれも国の天然記念物に指定されている。 小笠原諸島の野市に似ており、当初は混同されていた。現在も分類上で禁煙とされる。大型の常緑性の高木。茎は直立し、高さ15から20メートル、計20から30センチメートルに達し、基部はさらに肥大する。なお、最高樹高は25メートルに達する。茎は分子せず、その表面には、葉の落ちた跡が環状斑として残る。葉は、 大きなタム状服用で、長さ4から5メートルに達する。洋兵は短く、洋身は角質で光沢があり、小場は多いものでは90体を超える。商用は、戦状剣型、長さ30から70センチメートル、幅3から4センチメートルで、先端は浅く2つに裂ける。裏面は緑色で中六に沿って、褐色の輪片がつく。は、筒状になり、 茎先端部を取り巻く筒を形成する。果女は茎先端に集まる葉の群より下から出て防水系の筒に包まれ円錐状に2回分子し短い正常毛を密接している。果女は長さ1メートルになりその柄の基部は幅広くなって茎を抱く。死有同士で花は炭性で黄色く花女の軸に対して十字体制をなして水上に多数つく。 花ジの中央以下の部分では、花は2個ずつまとまってつき、そのうち下側が芽花で、上側が雄花、花ジ中央より先では、雄花だけが2個ずつつく。雄花の学品は3、互いに離れ、甲卵ン形で先端が丸く、やや肉厚で、長さ2ミリメートル、幅2.5ミ、mm、リメートル。花弁も3、楕円型で、 先端は三角になっているが尖らず、長さ3 5ト、mm、ル、幅2ト、mm、ル、湯水は6、花弁より長く突き出す。花糸は4ト、mm、ルで扁平。薬は T の字につき、長さ2から2 5ト、mm、ル。耐火した脂肪があって、長さミリメートル、非身状大円形。目鼻も、額や花弁は、尾鼻とほぼ同じで、多少大きめ。耐火湯水が3。 扁平な三角形で、長さ1ル、mm。m 髄は歪んだ卵型で、長さ2ト、mm、ル、果汁は3個。果実は、卵状大型で、長さ1 3トル、幅7ト、mm、ル、熟して赤くなる。先端の中央からずれた位置に果汁が残る。種子は状大型で、長さ1トル、多少を曲がっており、側面に全長に及ぶへそがある。 八重山列島の石垣島と入表島の固有種である。その中でも生育地は限られており、群落はの3箇所のみに存在する。このうち、ウブンドルの群落については、環境省による2008年の調査で約1.5ヘクタールの地域に1769本の八重山屋市が確認されている。かつては他の地域にも生育していたともいい、生育地の減少は ワカメが食用になり、茎が材として利用されて、他の生育地が消滅した結果であるという、低地から産地の自然林に生える。石垣島の前原ではほぼ純林をなし、外観としても、ヤシ型森林として、半然と区別できる。林下の植物省は、低地の常緑紅葉樹林の要素が多い。入り表では、その生育地が急斜面や氾濫源で、 立地が不安定な常緑樹林が成立しにくいところであり、そのような場でこの種が生き延びたのだろうとしている。発見は1969年と比較的新しく、それまでは工術の野志と混同されていた。これを初島重彦が1963年に新種として被災し、この時は学名をグルービーア・ローユキアンシスとした。その後に、 ハロルド・エメリー・ムーアが1969年に、親族や山や氏族を建て、本州をそこへ移した。ジョン・ドランス・フィールドは、このような大型種が、それまで見逃されていたのは、実に不思議だと記している。俗名は、ヤシのファンにして、研究の講演者であった、佐竹俊彦に、懸命されたものである。ただし、佐竹を記念した検知屋という意味であれば、佐竹検知屋であるべきで、 訂正が必要だと初島は言っている。円柱形の茎と葉の基部が緑色の幼少等となって茎の先端を包むこと、葉は大きく広がるが数が少ないことなどは、ビンドー赤の典型的な特徴である。発見当初は、グルビア族がルービアとされ、後に本種のみでこの属を建てられた。小笠原には本種に似たもので、固有種の野屋子クリンオースティグマセイバーバナムがある。 他に本種に近縁なものは太平洋西部の当初に見られる。これらはまとまりのある一群で七族が含まれる。干渉価値は高く、最も美しい野市とされているとも。那覇市内でも植栽されたものが成り木になっており、その程度の体寒性はあると見られる。古来より首里城周辺に植栽されたとも言われる。材は微老と同様に加工でき、器具材などにも使えた。 一本から、長さ10メートル、計30センチメートルの材が取れる。また、新芽や若葉を山菜として用いた。ただし、新芽を取られると枯れてしまう。前原の八重山や主群落石垣島の、前原の八重山や主群落、入表島の、うぶんどるの八重山や主群落、星立天然保護区域は、いずれも琉球政府により天然記念物に指定された、あと、 沖縄の本土復帰に伴って国の天然記念物に指定された。詳細は以下の通り。八重山やしは環境省のレッドリスト及び沖縄県版レッドデータブックでは純絶滅危惧に指定されている。ありがとうございます。